この時間はクリック365マーケット情報のコーナーです。今週のゲストは岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、久しぶりですね。久しぶりでございます。まずはその間にいろんなことが起こった本当にこの1ヶ月でしたけどね。本当にこの夏が終わって、はい、秋からこの、ね、11月までもすごいいろいろなことがあって、まあ、どちらかというとマーケットがなんか大きな振れ幅のなんかボックスになっているものもあれば、うん、一つこう頭飛び抜けてくるようなものも出たりとか、うん、だいぶこう様変わりして変化が出てきたのが、うん、はっきりとしてきたのが11月に入っても今日ご用意いただいたのはこれ2週間だけでこれだけのものがあった、ね、ということですね。ちょっとね11月駆け足でね説明をしたいと思いますが、うんまあ、一番最初アメリカの雇用統計の発表がありました。数字良かったですね。もう強気の数字が出て今のアメリカの景気をね、うん、でちょっとまあ出しているような数字ではなったんですけども、うんまあ、その数日後には翌週にはですね、皆さんご存知のアメリカの中間選挙がありまして、うんうん、まあ結果としては、まあ、トランプさんの言葉勝利宣言通りという状態でよろしいんですけども、うんうんまあ、いろいろ先行きの部分では、うんうんうん、懸念が残るような結果だったのかなというふうに捉えております、うんうん、でそしてまた今これからちょっと注目を集めると思うんですけども、うんうん、アメリカのと中国の、ねはいはい、貿易の問題というものがまだ残っておりますし月末には G20 なども控えておりますので、まさにこの部分がどういうふうな変化をつけるかっていうものもちょっと注目ですね、うんはい、そして急激に動き始めたのが AU 離脱ですよね。はい、今ね画面上で一番下になってますけども、うん、今日のメインの話になるんじゃないかなというぐらい、はい、実は昨日ですね、うんポンド円が昨日の夕方から、うん今朝方にかけまして3円60銭の急落の円高です。ポンド安円高ですね、はい、そうなんです、まあメイ首相の方が EU 離脱の草案をですね、うんまあ、決定したことで一服感があったんですけどその直後に、うんうん閣僚が急な、退陣というニュースの一報が流れてポンド大崩れですね。なるほどね。はい、まあちょっとね価格の幅が3円近い幅だったので、うん、相当幅も大きかったので急ということもありまして、うん、また株価の方も、まあ、4日間連続で下がっていた状態がちょっと落ち着いたさなかで、うん、この週末の金曜日の襲った直下型の円高だったので、うん、でまたユーロの方の通貨にはあまり影響はそんなに大きく出てなくて、まあ、ポンドっていう通貨のまあ直撃性のあるニュースだったという状態ですね、まあ、グレグジット問題ですよねこれね。まあ、3円といえば 2% 近いあれ 2% 以上ですよね。以上の下げになりますよね。それは大きいですね。でちょっとメイ首相の方の進退が ね、うん、ね今後どうなるのかっていう部分が今日一日結構、うん注目されるんじゃないかなというふうに思っておりますし、メイ首相も居直っちゃってもう一度国民投票再開もう一回やろうなんて話になるんじゃないかっていう意見も ありますもんね。まあただ先ほどもなんかコメント会見あったんですけども、うん、2回はやらないよっていうことはやっぱりねちょっと怖いことですよね。もう一度っていう部分はそういうことです、ね、でまた保守党からもねちょっと退陣の声が上がったりしてますので、うん、今はちょっとね腰を据えて、すべきことをやっていきますっていう強い姿勢を先ほどもう一度一応示してはいましたんで、まあ、その流れがどうかというところですね。そして中間選挙、はい、これも意見が分かれるところですが、そんな感じでしたよね。はい、改めてたくさんの方、うん、中間選挙の話されていると思いますけれどもね、数字だけ見れば、うんまあ、この結果で終わったということで、まあ、ツイッター上にもトランプさん完全勝利だということで報道もされておりますし、うんまあ、あくまでもこれは通過をしてということなんですけれども、私次のページにちょっと作ってきたのは、じゃあこの中間選挙の部分の結果で、うん、どんなことがいろんなことが、ねはい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 、できるのかって意外にここに触れる方が少ないので、うん、まずはその上院でできることなんですけども、うんまあ、人事の承認権、まあ、これ一番大きいところで、はいまあ、ありますね。それから立法ですね、貿易協定の成立、インフラ整備の法案ですとか、うんまあ、もちろん大統領の弾劾ですとか、うん、こういうものもあります。でまたじゃあ下院でできることはという部分ですけども、うん、予算案の決定、うん、減税法案は通りにくくなるという、うん、だから減税のような、まあ、予算に関すること以外は、うん
大統領の力は依然強いんですよ、トランプさんの力は。だから今後も、まあ、中間選挙終わりましたけども、うん、まあ、トランプ大統領の主導のもとにアメリカは、まあ、強いアメリカということで進んでいくんじゃないかなというふうに思っております。なるほどね、はい。まあ、特に下院と上院と比べると格がやっぱり上院なんですってね、もう全然違うんですってね。もう全く違う。下院議員で勝って大統領になった人ってほとんどいない、ほとんどの大統領は全部上院から出てるんですもんね。そういったことを考えるとやっぱりそういう大きい流れっていうのは簡単には変わりませんので、はい、まあ、その流れ通りで今回結果として終わったなというところですね、はい。そして為替の影響をちょっと改めてじゃあご意見いただきましょう。そうですね、ちょっと長期的な流れ、まあ、スタンスはまだまだ、ドルが強くて円安っていう流れで見ております、うん、私は、うんうん。でただやっぱり何度か放送でもこのチャート出してきましたが、うん、やっぱり RSI 相対力指数でいうと11月の12日が 74% ピークで、そこから横ばいになって今週あたりからやや円高という流れですね、はい。でまあ RSI の方は右下の方になりますけども、今 30% ラインから弾き返されてちょっと上がってはきてますから、少しこれで調整安が止まったのかな。またダウとかも少し止まっておりますので、うん、株価の方の変動の止まりの部分も、うん、まあ、円の動きの止まりにつながっているのかなというふうな形で今見ております、うんうんうん、はい。ただまあ今日のね、そのイギリスの発信のニュースとかいろいろございますので、はい、まあ、やっぱりリスクオフの円買いというものが急に始まるっていうことも、うん、あると思いますので、うんうん、まあ、アメリカ発信だけではないところにも目を向けて見ていかなければいけない注意点は必要かと思いますね。なるほど、はい、はい。さあ、そして貿易、米中貿易いきます。こればっかりは、まあ、当時じゃないとわからないんですけども、まあ、そうですね、ポイント下に書きましたが、11月の1日に、うん、まあ、トランプさん、それから近平さんの方と電話会見を行ってるんです。まあ、11月30日から G20 もありますよっていう流れもありますので、まあ何らかの話し合いはした上で会いましょうと、多分この流れなんですね。でまだこの問題はまだ続いておりますし、まだ決着はついてません。なので今回の G20 でもしいい方向の話になれば、少しこの問題っていうものも軽減されて変わってくるのかなというふうに思っております。なるほど、はい。そしてね、これだけじゃないんですよね、うん、ちょっと次のね、はいはい、そうそう、あっという間に年末12月2月までの重要指標をちょっとまとめて持ってきたんですけども、はい、まずこの G20 もちろん始まって、その後もう翌週にはアメリカの雇用統計があって、でそしてまあ ECB ドラギ総裁の会見、うん、まあ、このイギリスの話の部分にも絡んできますし、うん、でそして中盤にはアメリカの FOMC、うん、利上げの話がね、またここで再浮上という状態になってきますので、はい、まあ、もろもろちょっといろんな話の流れというものはあるかなというふうにちょっと思ってはいます、うん、なるほど。はい。でまたね、パウエル FRB 議長の会見とかも20日の日に控えてまして、はい、まあ、FRB 議長のパウエルさんの方は今日、ヒューストンの方のイベント挨拶の中でも、なるほど、アメリカの経済がだいぶ良くなってきてるっていう、良好ですっていう話はやっぱしましたし、うんうんうん、でやっぱり10月の雇用統計の数字が強かったっていうことを再度強調して今日は伝えてましたので、うん、まあ、アメリカの景気はまだまだいいのかなという感じは、まあ、聞いていてね、感じるところはありました。なるほど、はい。さあ、そして今回これ以降のポイントとして、はい、そうですね、まあ、4つポイントをまとめてきましたけれども、うん、まあ、アメリカのまず1つ目ですよね、中間選挙を得てという状態ですけども、うん、まあ、G20 での話し合いというものが中心かと思いますので、アメリカの動きはもう当たり前ですけども、うん、今中心ですから、まあ、常にチェックをしておくということと、うん、で、まあ、ヨーロッパの方はこの EU 離脱の交渉の問題が、ね、うん、どうなっていくのかという状態ですね、うん、これ11月の25日にこの EU の首脳との間での協議があるんですよね。そうです、ありますね。それを見て何らかの結果を出て、それをもって今度英国議会で批准して通るか通らないかと、こういう話なんですね。そうなんです。だからもうその辺の、まあ、通るか通らないかという部分で、うんうん、もう左右、ね、道が分かれてしまいますので、うんうんうん、だから直前まで結論を見るまで、まあ、予想で動くということがなかなか難しくなってきています、うんうん、
そうですよね、はい、今のところ英国議会では12月の初めあたりがやっとこそできるかどうかというぐらいの感じのようですね。そうですね、そこで12月の話ですね、なりますね、はい、でまあ、日本は、まあ、あまり極端な変化は今現在ありません、うん、まあ、周り他国のバランスで日本の位置が決まっているという状態ですね。でこれ4番目なんですけども、うん、新興国ちょっと動いてきています。以前ねお話をさせていただいたトルコですとか、この辺がちょうど夏場以降の最安値からゆっくりと回復基調にも入ってきてますね。あの原油が、ね、急落したっていうこともあって、まあ、原油の価格は60ドルに、ね、下落っていう状態ですから、まあ、その状態の流れを受けて新興国の流れが少し良くなってきてるんですよ。でそこにやっぱりトルコとメキシコといった通貨とかも再注目を今集めているという状態ですね、うん、なるほど、はい、まあ、このあたりが大きなポイントになりそうということでございます。そうですね、まあ、でもね今日起きたそのやっぱり直下型のそのまあ、グレグジットの話っていうものがね、うん、ちょっとこれからどうなのかなっていう、うん、まあ、目先の一番、うん、値段を動かすところになるのかなというふうにちょっと思ってはいます、はい、さあそのあたりをまとめて、はい、ちょっとセミナーもしくは勉強会でお話しいただけるということで、はい、次のこういう形ですね。ありがとうございます。秋はね勉強のシーズンでも、そうなんです。実は今回は2人 の, あの先生にちょっとね、はいはいはい、お願いをしまして、まず12月の1日なんですけど、うん、あの鍵足職人といって、実はあのチャートにはいろんな ね, あま ね、まあ、パターンとか種類が人によってありまして、うん、鍵足という、ね、独特のトレードの方法を持った木南先生が、うん、12月1日東京商品取引所トコムさんの会場をお借りしまして、うん、今半の豪華お弁当付きということ で、あの鍵足のいろはをすべて、公開してくれるそうです。これちょっと人気のセミナーになりますので、早い、ね、お申し込みをしていただいて、でそしてやっぱりあの2018年ファイナルは、うん、ちょいガル先生が12月8日の土曜日、今回初めてなんですけど午前と午後2回公演でやってくれます。でまたこの時期はちょうどあの、まあ、今回の、ね、今お話をしたようなアメリカ発信の動きの、ね、年末の方向性が決まりますので、集約してね、ここで話をしてくれるということで、年明けまでのちょっとトレード方向が見えるかなっていう状態ですから、ぜひね楽しみにあのお申し込みいただければと思います。はい、吉田さんありがとうございました。ありがとうございました。